行政改革推進本部長、千葉県支部連合会会長、衆議院議員、桜田義孝様。自由民主党衆議院議員、渡辺博光様、秘書、牧野様。はい。自由民主党衆議院議員、門山博明様、秘書、石原様。自由民主党千葉県議会議員、川名博明様。はい。自由民主党千葉県議会議員、臼井正一様。はい。自由民主党千葉県議会議員、斉藤守様。はい、こんにちは。自由民主党千葉県議会議員、中村実様。はい。自由民主党千葉県議会議員、浩司正和様。はい。自由民主党千葉県議会議員、戸村正幸様。はい、よろしくお願いいたします。ここでお越しの議員を代表いたしまして、2名の方からご祝辞を頂戴したいと思います。まず衆議院議員、桜田義孝様、よろしくお願いいたします。どうも皆さん、こんにちは。ただいまご紹介いただきました自由民主党の千葉県連会長を仰せ使っております桜田義孝でございます。今日は憲法改正についてということでお話を臼井先生にしていただけるということで馳せ参じてまいりました。やはり私は国会議員であり、今川名先生からも憲法改正については国会議員がもっとしっかりしなくちゃと激励をいただいたわけなんですが、なかなかですね、この3分の2の壁というものはですね、なかなか破れない。で、私たちはやはりこの、衆議院では、過半数それぞれ取っているんですけども、やはり参議院で、この資料にもありますけど、3分の2をですね、参議院で何としても取りたいなと、こんなふうに思っております。そのためには、参議院選挙、今回7月に参議院選挙がありますので、自由民主党は2議席を取りたいということでやっておりますので、やはり憲法改正を狙う、やらなきゃならないという使命感のある政党がですね、やはり千葉県は首都圏で厳しい中、3議席のうち2人立てて3年前は成功しておりますので、今回も県連会長として3議席のうち2議席は何が何でも取るんだという意気込みでやりますので、ぜひ皆さんにお力添えをお貸し願いたいと思います。そして私はやはり日本国憲法、日本人が生活していくの方にもう規律をする、拘束を、我々の日本人の生活を拘束しているのは憲法でありまして、この基本の憲法はですね、日本の国土がね、外国の国たちに占領されて、占領下にのままですね、できたというものは私は不幸だと思います。フランスなんかは日本の、日本では自分の国の一部あるいは全部が外国の軍隊に占領されている場合は憲法を改正してはならないと国で決まってるんですよね、憲法で。やはり日本の国もですね、そのくらいなやっぱり強い規律があってしかるべきでありますと思います。私は日本国憲法、憲法改正なくして自主憲法の制定ということで、憲法改正なくして戦後は終わらないという考えを持っておりますので、いち早く戦後を終わらすためには日本国憲法改正の、ね、議席をですね、衆参で3分の2取りたいと思いますので、ぜひご協力をお願いしたいと思います。またこういう機会をですね、与えていただきましたことを御礼申し上げたいと思います。皆様と力を今後合わせていきたいと思います。よろしくどうぞお願いいたします。桜田先生、ありがとうございました。続きまして、千葉県議会議員を代表いたしまして、憲法を考える自由民主党千葉県議会議員の会副会長、川名博明様、よろしくお願いいたします。
よく紹介いただきました川田でございます。本日は日本を良くする千葉県民の会にお招きをいただきましてありがとうございます。皆様の日頃の活動に心から敬意と感謝を申し上げます。私は1945年生まれであります。パッときますか昭和20年生まれです。日本の戦後は私の年とともにやってまいります。私が生まれ育った時に小さい時に思い出すことは、何かをやろうとすると反対する人がいると、あいつは共産党だって必ず言われました。今現在どうでしょうか。反対する人がせいで、賛成する人が悪で、反対する人が正なんですよね。大多数なんです、市民の言う方は。今の日本ってどうなっちゃってるんだろうかと私感じます。なぜならば、例えばですね、参拝処分場、この前東電さんの自分の用地に自分のところのレベル以下の廃棄物を持ってくるってやつ、置き場がどこにもないから持ってくるって、みんな千葉県でも反対やって、国の法律の中で決められた枠内でやるということに対して反対をする人たちがもういっぱいになってきています。これって法律を守らないっていうことに対して反対をしてるわけですから、これでいいのかという危機感を持っています。このもとは何か、やはり行き着くところは憲法だというふうに思っています。今桜田会長がお話しありましたように、私たちの日本の精神あるいは家族制度を守っていく上にも、これからのやはり憲法改正をしていかなければいけない、このように深く思っているものであります。また皆さんの会を通じながら、この会が大きく成長していくことをご記念申し上げまして、私からのご挨拶に開催いたします。本日はありがとうございました。川口先生ありがとうございました。それでは今日本国民が決断すべきこと、憲法改正がなぜ必要かと題しまして、元衆議院議員臼井秀夫様よりご講演を頂戴いたします。臼井先生、よろしくお願いいたします。